こんばんは。もうお家ですか？お帰りなさい。まだ外かな？今日も一日お疲れ様ね。ちょっと今日は発表がありまして、この動画を撮っております。ホワイトジャム全国ツアー中となっております。チケットが始まっている地域がありますので、これを説明させてください。残り8公演となりました。埼玉、神奈川、福岡、岡山、北海道、そして大阪、愛知、東京もチケットが始まりまして、ちょっと売り切れてる公演もありますので、まあ、神奈川とか売り切れたりとか、初めてライブ行くからちょっとチケットどうやって取ったらいいか分からへんっていう人もいると思うので、ちょっと説明をしますね。その前にちょっとすごいことが、これですね。来てくれた全員と無料握手することに挑戦しまーす。手を握らせていただいて目を見させていただくという、でなんかまあまだビニール着用なんですけれども、つまり来てくれたら絶対握手会に参加できるので、ぜひぜひ参加して帰ってください。で、チケットが始まっている地域、大阪と愛知と東京、これは今チケットが始まってて、各プレイガイド大体2月19日までが締め切りになってます。埼玉、神奈川、福岡、岡山、北海道、神奈川売り切れちゃってるんですけど、一般発売中です。初めて来る方 40% から 50% ぐらいいるんですよ。すごくないですか？だから初めて行くんだけどどうしようとかじゃなくて、エスコートしますので心配しないでください。そしてタトゥーと嘘つき、これを予習してきてくれたら大丈夫です。結構ね、タトゥーで知ってくれた人が多いので、タトゥーしか知らないっていう人ばっかなんですよ、正直で。まあでも一曲も知らないっていう人もいるので、全然予習は細工してこなくてもちゃんとエスコートしますからね。今年最後の3公演になります、この東京、大阪、愛知が。もうこの3公演以降はもう今年ツアーがありませんので、また1年ぐらい会えないことになります。絶対来てほしいし、特に東京はもうものすごいことになりますから。今までのツアー来てくれてる人もですね、この3公演はちょっとびっくりすると思います。結構セットリストが大幅に変わりますので、期待しておいてください。ちょマジで早く見せたい、はい。一般4500円、学割3500円で、ファンクラブじゃなくては申し込めるチケットになってますので、以上です。ちょっと早口でカミカミなとこもありましたが、許してください。ありがとうね。めっちゃ早く説明してもた、ごめんね。おやすみなさい。